皆さんこんにちは、初見ママです。今日は大根の味噌煮を作ります。少し濃いめの甘辛い味噌だれが大根に絡んでとっても美味しいです。じっくり茹でてから作るので大根もトロトロで美味しいです。ぜひ作ってみてください。それでは材料です。まず大根がこれ 500g ぐらいあります。それから調味料の方です。お砂糖が大さじ1杯半、お酒も大さじ1杯半、みりんも大さじ1杯半、お味噌が大さじ2、本だしが小さじ1/2、醤油が小さじ1、あとお水が適量と、あとね、最初にあの大根をね、茹でていくときの今日はね、あの、研ぎ汁があればいいんですが、今日はなかったので、お米ですね、普通の白米、これを大さじ1ほど入れて茹でていきます。材料は以上です。はい、まず大根を切っていきます。そうですね、これあの、厚ければちょっと茹でるの時間かかりますし、薄ければ早いので、今日はそうですね。ちょっとね、これ半分にして、ちょっと測ってみますね。これを3等分くらいでしょうかね。なので、多分1センチ5ミリぐらいでしょうか。に切っていきます。はい、そしたらですね、これね、皮をね、剥いていきます。今日はね、煮物の場合はやはりちょっと皮剥いた方がいいので、ちょっと厚めに剥きます。この皮はね、もったいないので、これね、きんぴらとかにね、してね、食べると美味しいので、今日はね、この皮は取り除きます。はい、皮を剥いたらですね、これあの、輪切りのままでもいいんですが、やはりね、お鍋に入らないので、今日はね、これをさらに半分に切っていきますね。これあの、ちゃんとしたい方は面取りね、してもいいです。今日は特に面取りはしません。そしたらこれをね、今日は茹でていきます。茹でてからね、今日はあの、煮ていきたいと思います。お鍋にね、大根全部入れます。やはりね、輪切りですとね、どうしてもですね、重なったりしてしまうので、今日はね、半月切りにしました。はい、そしたらこれにお水を入れて茹でていきます。はい、お水をね、たっぷり入れていただいて、これで大根茹でていきます。それでお米大さじ1ですね、これも一緒に入れて、研ぎ汁がある方はね、研ぎ汁で茹でてください。これで大根が柔らかくなるまで茹でていきます。大根の種類とか大根にもよると思うので、とにかく串がスッと刺さるまで茹でていきます。だいたい15分から20分ぐらいかかるでしょうか。じゃあね、これでしばらく茹でていきます。はい、こんな風にね、沸騰して切ったら、中火くらいにしていただいて、これでね、柔らかくなるまで茹でていきます。はい、それではね、今15分ほど茹でました。ちょっと見てみますね。はい。そしてね、串がスッと刺さればいいです。じゃあね、ちょっと串刺してみます。はい、こんな感じにスッと刺さればもういいです。そしたらですね、これをザルにあげて、お米がついているのでね、これザルにあの、ざっとあげないで、優しくあげて、お水でよく洗ってぬめりを取ってきます。じゃあね、これで洗ってきます。そしてお米やなんかをこう、よく洗い流してね、今洗ってザルにあげてきました。そしたら煮ていきます。まずね、調味料を合わせておくんですけれども、お味噌は香りが飛ぶので、後でね、入れます。後の調味料も混ぜておきます。はい。みりんが大さじ1杯半。お酒も大さじ1杯半。それから、お砂糖も大さじ1杯半。本だしが小さじ1/2です。はい。あ、そして、醤油もですね、お味噌と一緒のタイミングで入れます。そしたらこれをね、よく混ぜておきます。そしたら先ほどのお鍋をね、洗っていただいて、大根を入れます。そしたらお水ですね。お水はそんなにね、大根がひたひたになるぐらい入れます。
お鍋の大きさによっても違うと思いますので、1カップぐらいですね。はい、200cc ほど入れました。そしたら火にかけていきます。はい、じゃあ火をつけます。はい、はい、沸騰してきたので火を落として、そして合わせ調味料を入れてしまいます。そしてですね、落とし蓋をします、はい、でペーパーとかね、アルミホイルでもいいです。これでしばらく煮ます。ちょっとね、お砂糖とかの方が味が染みにくいので、先に甘いものを入れて、しばらく煮たら醤油とお味噌を入れていきます。じゃあこれでしばらく煮ます。はい、それから火加減は弱めの中火ぐらいにしてください。はい、それではね、5分ほど煮たら、ここにお味噌とね、今度はお醤油を入れていきます。ちょっとね、落とし蓋取りますね。はい、そしてこの汁をね、少しこのお味噌の中に入れて、はい、で醤油小さじ1もね、入れちゃいます。もうちょっとね、大きいものの方が良かったですね。ただここでちょっと混ぜていただいて、はい、そして入れます。はい、お味噌とね、お醤油を入れました。ちょっとね、鍋をゆすって、ちょっとね、お味噌をね、ちょっとこんな感じで、もう大根はもう十分柔らかく先ほど茹でてあるので、あとこれで水分がね、なくなるまで煮ていけば出来上がりになります。じゃあもう一度落とし蓋をして、中火の弱めぐらいでこれで煮ていきます。水分がね、少し残るくらいまで煮ていきます。はい、こんな感じでね、お味噌なので焦げやすいので、もうこのぐらいになってきたら、ちょっと鍋にすったりして、このぐらいですね。で、目離してるとすぐにね、お味噌なので焦げやすいので、今これでだいたい15分くらいね、合計で煮ました。もうこのぐらいでいいと思います。少しこんな感じで煮汁が残っているくらいですね。はい、じゃあもうこれで出来上がりになります。はい、こんな感じで一度冷ましてから、もう一度ね、ちょっと温め直して盛り付けてみました。今日のね、これ大根の味噌煮なんですが、これ結構ね、普通の煮物と違って、お味噌がね、これ濃いめになっているので、割とこの煮立てでも美味しく食べられます。もうね、これで出来上がりなんですが、お好みでね、やはり味噌なので、柚子があったらね、ちょっと柚子のね、千切りなんかを少しこうトッピングします。ネギなんかでもいいと思います。これで大根の味噌煮の出来上がりです。とっても美味しそうにね、できました。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。とってもね、美味しそうにできています。じゃあね、ちょっといただきますね。もう大根が本当に柔らかくなっています。もうお箸でね、簡単にこう切れる感じに、今日下茹でをしっかりしたのでね、柔らかくなっています。じゃあね、いただきます。うん、ちょっと風呂吹き大根みたいな感じになってね、やはりこのちょっとお味噌のね、この濃いめのお味がとってもこの大根に染みて美味しいです。今日はね、少しね、甘めに作ってあるので、お砂糖とかみりんね、もし甘いのが苦手な方は加減してみてください。でもこれはちょっと味が濃いめの方がとっても大根にこの馴染んで美味しいです。ぜひね、ちょっと下茹でだけね、時間かかりますが、やはりレンジでね、チンして柔らかくする方法もあるんですが、やはりね、じっくり茹でてからじっくり煮るととっても味が染みやすいですし、美味しくなるので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。大根を使ったレシピの動画は他にもたくさんありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。